回のタイトルはカルダノエイダ5月の開発ハイライトを発表、数々の注目すべきマイルストーンです。ぜひ最後までお付き合いください。この1ヶ月間、世界の暗号通貨エコシステムが一種の停滞に遭遇する中、 IOG のカルダノエイダ開発者は多くの注目すべきマイルストーンを記録しました。またカルダノ最大のプロダクトインキュベーターであるプロジェクトカタリストの次のフェーズの詳細が発表されました。月次解雇によると、カルダノエコシステムは2023年5月、ゆっくりと確実に成長していました。すなわち、一つの分散型アプリケーションがメインネットでローンチされ、他の14の DAX が制作中です。合計するとカルダノのアクティブな DAX の数は127に押し上げられることになります。またカルダノでは15万を超える新しいネイティブトークンがミントされ、プルータススクリプト、スマートコントラクトロジック設計の数は8200を上回りました。純トランザクション数も増加し、2023年4月の結果と比較して180万件以上増加し、6720万件のトランザクションマイルストーンを超えました。開発者は、オンチエンステーキングプールオペレーター、SPO との対話を促進するために、ノードソフトウェアの新バージョンであるカルダノノード、バージョン 8.0.0 をリリースしました。それに加えて、スマートコントラクト開発を合理化するために設計された独自のオープンソース開発ツールセットであるマーローの待望のメインネットリリースを歓迎しました。マーローは DAPS オンボーディングのプロセスを加速するため、開発者エコシステムのバックボーンとなる準備が整っています。また5月にはカルダノのレイヤー2ソリューションであるハイドラの初のメインネット対応リリースが発表されました。エコシステム開発の面では、IOG はカルダノのコミュニティ指導型インキュベーションプログラムの次の反復であるプロジェクトカタリストファンド10の詳細を共有しました。6月21日から全ての応募者はエイダトークンで寛大な助成金を得るためにプロダクトを紹介することが可能になります。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。